Thank you.
で探せるところは全部見たな。食料はあったのか？リノルのおかげで少しは見つかったけど、でも、もう他に探せるところなんて。みんな、こっち来て、体育館。なんだ、葵さん。この中から聞こえたよ。何かあったのかもしれない。すぐ行こう。いや、葵さんの声が届いていない人もいるはずだ。みんなにも声をかけて行ってみよう。わかった。すごいわ。みんな、こっちに来て。これって、非常用備蓄食ってやつ？そうか。学校って被災地の避難場所だから、こういったものもあるところにはあるんだよな。よかった。これだけあれば、当分はなんとかなるわね。待てよ。こんなもん、本当に食べられんのか？こんなボロボロの校舎で賞味期限とかいつのだよ。あれ？どこにも書いてないわね。ほら見ろ。そんな怪しいもん、俺絶対食わねえかんな。確かに俺もちょっと。食いしん坊のミノルまで？そう言われると、私もちょっと手を出しにくいわね。いただきます。パク。うわ、アグモン。うん、おいしいよ。そりゃ、おめえは怪物だからよ。どれ、じゃあ俺も。な、こら、ミノル。ミノルくん。おい、大丈夫か？死ぬミノル、冗談はよせ。何言ってんだタクマ、これマジでヤバいやつだって。さっきからチラチラこっち見てたの気づいてるぞ。ううもうダメだ。まったく、ミノル、いい加減にしろ。なんてな、大丈夫、平気平気。やめてよ。心臓が止まるかと思ったじゃない。この野郎、やっていい冗談と時と場合ってもんがあんだろ。バカなことやってんじゃないわよ。反省しろ。まあどうやら問題はないようだな。とりあえず当面、水と食料のライフラインだけは確保できたわね。でもさ、ここにあるだけの食料でどれだけ持つかわからないぜ。これだけあれば、私たちやラブラモンたちを入れても半年は持つわよ。半年って、正気かよ。この二日そこらで俺はもう限界だぞ。半年で済めばいいけどな。現状助けが来る様子すら一切ないんだぜ。あまり考えたくないけど、それもそうよね。人間の食べ物、すっごくおいしいよ。そうなの？少し私にもちょうだい。俺は、まあ、その、
そこまで興味はないが、まあミノルのためにも毒味はしておかねばな。毒味ってもう真っ先にミノルの方が食べたじゃない。ほら、あなたたちもそんなに食べ物を粗末にしないで。そうね、万一に備えて余裕があるときは他にも食料を探しておきましょう。うん、それに僕たちなら自分たちの食べ物は自分で探せるし。そうよ、それならこの食料だけで葵たちも1年は持つわ。1年、そんなに長いはしたくないわね。下手すりゃここに骨をうずめることになるかも。だからそういう話はよしてよ。さて、当面の水と食料の心配はこれでなくなったわけだし、そうするとやっぱ探検できる範囲までは探ってみる価値はあると思うぜ。非常食ってのは蛍光食でもあるんだ。数日がかりの移動や野営だってできるし。外にはまだ化け物がうようよいるんだぞ。正気かてめえ。そうか。でももしかすると教授や咲たちもいるかもしれないし。いるわけねえだろ。もしいたとしても俺たちが探す意味なんてあんのかよ。確かにいるかもしれないわ。でも可能性だけの話で危険を冒すことに賛成できないわ。ねえ、ハル、どうしたんだ？そこの森でこんなもの見つけたんだけど。それって昨日会った教授の帽子じゃない？本当だ。どこかで見たことあると思ったら、ほら、やっぱりいたんじゃないか。そうとわかればみんなで探しに行こうぜ。おいおい、正気かよ。ここにいた方が安全だろ。考えても見てくださいよ。あれから丸一日経ってるんですよ。俺たちはこうしてどうにかなったけど、水も食料もないんじゃ、あいつら衰弱してるかもしれない。それもそうね。分かったわ。サキさんたちに万が一があってはいけないわ。おい、死にに行く気か？死なせはしないよ。そう、俺たちもついてる。葵、もし悪い奴が襲ってきても私たちがいるから大丈夫よ。そうね、ありがとう。じゃあみゆきとハルは危険だから置いてくけど、行くのは俺とタクマと葵さんで。待てよ、俺だけこのガキどもと留守番か？またあの蜘蛛の化け物みたいなのがここを襲ってきたらどうすんだよ。こんな芋虫だけじゃどうにもならねえよ。芋虫じゃないよ、クネモン。キー、それにクネモンは結構やれるやつなんだ。知らねえよ。くそ。好きにしろ、リョウ。僕らだって、サキたちを助けたいから行く。リョウ、なこと言ったって。そんなの、力がある奴にしかできねえよ。分かったよ。ここにいるよりはマシだ。俺も行くよ。リョウ先輩は籠城するんじゃなかったっけ？残ってていいんですよ。うるせえな。いいだろ、協力してやるっつってんだ。それ、協力するって態度とは違うんじゃねえかな。ミノル君、そのくらいにしなさい。リョウ君は先輩なのよ。
はーい、ごめんなさーい。けっ、寮はああ言ってるけど、外より校舎の中に隠れてる方が安全だよな。僕もそう思う。そうだな。もしもって時は、あの食料庫の中にでも隠れてるよ。大丈夫だよ、心配いらないから。じゃあみゆきも春をしっかり見守っててね。逆。え？ああ、むしろ春がみゆきを守ってくれるってことか。いってらっしゃい。うん。それじゃあ手分けして探そうぜ。ああ、バカ言うなよ。何が出てくるかわからねえんだぞ。一人でいるところに出くわしたら、それこそ終わりじゃねえか。そうね、バラバラになるのは危ないわ。